やったな。こいつがありゃルリアを元に戻せるんだよな。こちらローランです。皆さんご無事ですか？ローランか。グランサイファーはもういいのか？はい、まもなくそちらに到着します。さすがの手際だな。ありがて。ところで例の触媒は？ちっとばかし邪魔は入ったが、なんとか手に入れたぜ。そうですか、それはよかった。皆さん順調です。急いで向かいますね。頼む、待ってるぜ。行かせない。みんな逃げて。お嬢、引くぞ。今度はなんだよ。この大気の震えはまさか。皆さん今すぐ避難してください。走るぞ。逃げ切れます？私たちこれ沈めないと、沈めないととんでもないことになるんじゃないの？おい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 、冗談じゃねえぞ。とんでもないことだけどワクワクしちゃう。弱点ついてるよ。ああ、こっちに行ってる。え、叩くの？おやび、宝の番人にしちゃ大げさすぎる。宝壊れちゃったよ、しかも。宝壊したから怒ってんじゃないの？やばいやばいやばい。エーテル砲とかよりすごいの撃ってくる。やばい。回避。避けれる？無理くない？あ、これはエーテル砲じゃない？うちの。よかった、間に合った。よかった。え、オーランか。これもしかして、遅かったグランサイファーで挑む？話は後です。彼らの援護。援護ってことはまた、またボロボロ。あ、びっくりした。また土で戦うの？また撃ってくるぞ、気をつけろ。どうやって、どうやって気をつけろというの？これで避けろってこと、もしかして。一体何なんだあいつは。星神エクスカリオン。この地を強する巨神です。戦勝じゃない。全員何かにつかまれ。何かにつかまれ。大丈夫か。どこにダメージ入るの？こっちはお互いの手を押し潰されて。足が光ってるな。ただでさえ頭に来てるってのによ。やばいやばい。あの様子では離脱することは難しいだろう。私たちで沈めるしかないか。沈めるとは覚悟決めっか。どうやって？オイラたちならやれるぜ。よし、やろう。どこにダメージが入るのこれ。足にダメージ入る。ラスト一家のだが、チードフォルムでは世話になったな。もしかして登っていく？同じく一家のゴミだ。建物的な構造になってるわ。あんたらか。お互い災難に巻き込まれちまったな。あ、ダメージ入る。どちら判定、早くダディを助けたい。手を貸してくれ。ダディ、ダメージ入ってる感じ。あ、待って、なにこれ。すごい。巨神が東大に出ることが入っていれば、なんとしてもこの場で沈めなければなりません。よしよし。特にある赤いリアクターを破壊してください。そうすることで活動を抑制できるはずです。わー、惜しいじゃねえだろうが。なんで俺にこいつのことを隠してんだよ。今回移動することはありえないものでして、詳しくはまた。全然話聞いてなかった。これ死ぬ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 、こんなの当たったら死ぬ。今自分に落ちねえがしょうがねえ。後で落ち着いたら説明してもらうから。あの体内に入ればいいんだね。そのリアクターってのが弱点なんだよな。よしよし、そうそうそう、見過ごされねえように近づいてみようぜ。オッケー。これを一枚剥がしたら。レギンレイベン、ダディか。ダディ、ダディ、状況は。よし、壊せた壊せた。警告に不時着。チェリア、行って。よし、狙って。わかった。あとリアクターってのぶっ壊したぜ。壊した壊した。エスカリオンの活動を伝える補助リアクターのようなものでしょう。何個かあるんだ。どうやら暗部にもいくつか確認できました。まずは圧のリアクターに攻撃を続けてみてください。よいしょよいしょ、頑張るわ。空気を狙ってるぞ。両党だ。左足のリアクターを
すべて破壊した。じゃあ次右足だね。その調子で右足を頼むぜ。 OK、 そしたらどうなる。足が崩れてきたタイミングで私たち下敷きになんない。あ、これ飛びそうだな。なんで。絶対いい。すごい。大丈夫ジークさん、頑張ろう。ちっちゃい。私たちが破壊したのどっちだっけ。右足破壊したって言ってたっけ。じゃあこっち左足。こいつは最高だ。ああ。目も警戒しろよ。丸ごと焼き払おうってか。飛んでった。怒らせちまったか。近寄れんのかな。まだ何か隠しているようで。警戒してください。え、近寄れない。まずい。皆さん、離れる。分かった。今すぐそこから離れてください。ギリギリだな。離れたよ。ここら辺で大丈夫でしょ、多分。うわー、爆風がすごい。大丈夫大丈夫。はーい、近寄れないな全然。これ左足だっけ。右足を破壊した。え、全然近寄れない。また上からだ。大丈夫なのかな。大丈夫じゃない。ザバスくん、ザスバくんだよ。ザバスじゃないって。落ちた。やばいやばい、大事な時。あったあったあった。ドテッパラに一発避難。消火中。これ大丈夫。モリさん、モリさん、モリさん、モリさんって誰。動力は異常ないんで自腹修理は動かんのよ。壊れそう。安い損失だ。まだ飛べるようならついてこい。封印されていた遺跡の秘宝を提出しての覚醒。まさか教団がここまでするとは想定外でした。戦慄の星神マナガルムもそうでしたが、教団のことかな。糸で何かを振りまこうとしているのか。ウォーシング解除の着舞を渡したくないようだったが、そのためだけに星神を叩き起こしたってのがよ。あるタイミングで抜けないと。なあ、ずっと気になってたんだけど。そうだね、星神ってのは戦争者のことだよな。星神様は島々の守り神みたいなもんだ。戦勝術って呼び方を聞いたことがねえな。ビーズの質問についてですが、おおむねその時に戻ってもらって構わないでしょう。空域ごとに歴史や文化が異なれば、同じものを指す言葉や表現も変わってくるものかと。ローラー、戦勝術と星神それぞれのルーツについて知っているように。いいぞ、当たってるぜ。当たってる、ありがとう。あんま打ちすぎるとあれが芸術の音を取らない。全開機能崩すなよ。あと余裕あったらエーテルをぶっ放せ。エーテルをぶっ放してる。そんな余裕はないよ。うるせえ、やれ。できねえと言わせねえぞ。これ位置変えないといけないかな。よし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 、壊せ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 。ここ大丈夫でしょ多分。ロゼットがやべえ。助けに来る間がない。助けられてる。準備をしとけ。クソ、走って逃げるしかねえのか。どこだ。ケツだのクソだの、もっとお上品にできるんだね。クソ、とんでもないダメージ。撃てなくなっちゃったぞ。撃てなくなっちまった。衝撃でセーフモードに入ったのでしょう。マジか。頑丈ですか。セーフモード、時間を置けば再使用できるかと。じゃあちょっと一旦間を置いて別のところから行く。疲れそう。よし、やった壊した。ブレイクした。カチ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 カ。やったか。なんかでも崩壊してきてるぞ。どうなる。膝をつかせることはできたが、ここからどうする。これ腕から登っていくのでは。結晶が見えますか。それがおそらく全動力を使ったコアでしょう。背中のあれ、修復活動の一環で間もなく弱点をさらさず。そうなんだ。あれザスバク、今だ。ザスバク撃って。言われるまでもねえ。やろうぞ、準備ができてるな。私たちはどうサポートする。撃て。外してる、外してるよ。当たった。どれか一個でも。親指外してるんじゃないの。なんだと。
まだ他にも普通に、あ、離れちゃってる。体から登っていくのかな。弾着の音が聞こえなくなったが、どうなってる。登っていくような気がするな。エクスカリオンが張ったと思われる。砂の結界で防がれてしまいました。あ、さすがは鎮守を司る星が。我々が内部から行かないといけないって。感心してる場合かよ。このままじゃ復活しちまうんだろ。そうだ、よいしょ。私たちなら、腕から登って背中に近づけるんじゃないかしら。背中を目指すならば、来た来た、それが確実か、うん、そうと決まったら急ぐぞ。こっちが合ってるか分かんないけど、登れそうな足場を見つけようぜ。あ、すごい、分かりやすくしてくれてる。しばらくは膠着状態が続くでしょう。はい、皆さんが視認できました。あ、視認できた。今どこにいるか分かんない。本当？とりあえず上に向かえばいい。あった、見えたぜ。あれだな、まあ、簡単にはやらせてくれないでしょうね。待ってください。待ってください。あ、やばい、落ちちゃう、落ちちゃう、落ちちゃう。せっかく登ったのに。あ、ロッシー先生。あー、行くよ。みんな砂のクッションになるから大丈夫。やばいやばい、逃げて逃げて逃げて、何してんの。逃げて。ピークは大丈夫だった。やばいやばい、うわ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 、消し済みにならずに済んだがよ。この状況どうしたもんか。やぶれかぶれだ。このまま攻撃を叩き込む。大丈夫、ピークアタック目に。間違ってスキップを落としちゃった。いけー、眼球一個潰した。あった、すごいすごいよ。一回背中に登った。あ、背中に着地した。みなさん、うん、ご無事ですか。無事、バツってどこだったの。今、今度はできる。よし、反撃隊行こうぜ。簡単じゃない、簡単じゃない。これ壊せばいける。これが最後の防御機構じゃないか。なんとかして突破してください。光ってる柱を停止させた。光ってる柱ね。どうすりゃ敵隊を排除できるのか。光ってる柱を一個ずつ壊せばいいんだ。残っていた。それら全てを大丈夫。光ってる柱を優先すりゃいいんだ。オッケー、光ってる柱を全てさせたぞ。よしよし、やったぞ。今いける。コアを攻撃してください。集中攻撃、行くわよ。集中攻撃だ、リンク。大したものだ。ここだな。 25%、 24%、 ちょっと破壊できそう。光ってるやつ作るんだな。ものすごい魔力が放出されてるわ。わわ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 わ、走り回って。みんな胴体表面に火力攻撃とは。確かにね、エクスカリオンの余裕がなくなっているようです。落ちる落ちるな。これジャンプで避ければいいの。はいはいはい、受けれた。また来るじゃん。あー、はい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 、さっきの見たかよ。上空に吹き飛ばされたかと思ったから。見た、痛い痛い、死に死に死に、腕を滑り降りて顔面で引っ張るか。痛い、俺もやりたい。すごいよ、待って待って、6は切れちゃうわ。ごめんね、ちょっと待って、ちょっと待ってね。ですが、コアに蓄積されたダメージは容易に修復できないので、分かった、もう一度結界を解除し攻撃を加えてください。分かりました。繰り返せば必ず倒せます。はい、壊せてる、壊せた壊せた。次行くぞ。これで2つ、急いで、急げ、させるか。よいしょ、いっけいっけ、ジークさんお願いします。やった、中央のコアを攻撃するぞ。中央のコアね、今だけ入るんだね、ダメージが。みんな頑張って、頑張れ、生きにくかった。頑張れ、やってない、また最低コアが。あ、2倍一緒だった。やった、エクスカリオンの活動が完全に停止しました。助かった。どうなるのこの子、青少女なんでしょう。すげー、優しくなる。あいつら本当にやりやがった。封印解いたから怒ってるんじゃないのか。すげーとしか言いようがねえ、うん、な、俺の見立ては悪くなかった。よく生きてたな、ザスバさんも。団長君たちの力、まさかこれほどとは。なんかちょっとかわいそうだな、この子が暴れてたのも。教団の
仕業じゃないよね。水なんで暴れてたんだろう。大丈夫？疲れたね。もう歩けない。あ、そうだね。動眼だ、動けねえぞ。うい、よかった。やったな。よかった、ハイタッチ、ハイタッチ。B 君も無事で何よりだ。本当よ、やられるかと思った。ところで、先ほど手に入れた触媒だが。持ってる？この通りだぜ。よかった。落としちゃったと思ってた。あとは教団からルリアを取り戻すだけだな。うん、そうだね。はい。いや、ちょっとやばいじゃん。でもよ、うん、ルリアを取り戻すっても教団の奴らを探すところからだよな。いや、ここでローランさんが来たってことは、それについてはお任せください。そうでしょうね。赤い骨の行き先は掴んでいます。素晴らしい。な、マジかよ。ええ、めくりくりだった。マジですよ。彼らが向かった先は、マジですよ、閉鎖当初フォンダーノ。フォンダーノ、地中深くにマグマが流れる、ま、とても危険な場所です。フォンダーノ、火山のような場所だろうか。なぜそんなところに。詳しくは船でお伝えします。さあ、グランサイファーへ。俺だ俺だ。話の腰を折って悪いが、宝は俺らはここに残る。宝どうなっちゃった。もし異物を入手してたら後でシードホルムに来い。俺が鑑定してやろう。 ありがとう。特別サービスでお願いします。まあ頑張ったからこっち行っちゃおう。ちょっとズーズーしく。特別サービスでお願いします。お願いします。それぐらいの中にはなったでしょ。考えといてよ。ありがとう。お前らの力は理解したが、やばいと思った時はいつでも頼れ。ありがとう、認めてくれたんだ。どこでも駆けつけてやる。じゃあな、双子んじゃねえぞ。いいじゃん。目当てのお宝ありそうなのかな。大本島上空。え、じゃあ一旦これは町にも帰らず進行しちゃうってことかな。もらっとこ。うわ、なんかめちゃめちゃ熱い国なんでしょうね。ちょっと私いろんな単語を聞いてると、もともとのグラブルの中に出てきたキャラクターの名前すら出てこなくなるとこあるんだけど。コロッサスだ。コロッサスみたいなのがいるのかな。熱いとこって言ったらそういうイメージ。よし。あ、でも今日は結構やったから、まあ一旦街に帰って報告とかできる場所もある気がするんだよね。あ、できるできる。あ、ゴーレムの石指ってさっきのやつだったのか。そして、デザートダストも手に入れたし、カニさんも、ね、結構保護してるから、そうですね。一旦報告して、また次のところに進んでいけたらいいなと思います。では今日はここまででありがとうございました。はい。では続きから進めていきたいと思います。一旦街に帰ってクエストの報告に行ったりとか、サイドクエストをちょっとだけ受けて進めていこうと思います。では行きましょう。触媒がありゃルリアを元に戻せるんだよな。うん、こうなったら善は急げだ。行くぜ。今のところ触媒を手に入れた僕たちは、はい、再びグランサイファーで教団の後を、教団の人たちとは戦ってきたけど、次の目的地はフォンダームと呼ばれる島。うん、ダリ島からはほど近いが閉鎖された危険地帯だそうだ。マグマ地帯ね。ローランさんの話によると、フォンダームにも星神を祀る祭壇があり、うん、教団はそこへ向かったらしい。はい。このゼーガグランデ空域で祀られる星神、聖少女たちはそのどれもが恐ろしい力を持つ。どの聖少女もみんな、これ以上教団にルリアを利用させるわけにはいかない。結構力を持ってるよね。こんなことルリアはきっと望んでいないから。そうね、多分聖少女も本意じゃないよね。そういえばあのダリ島にいたさ、あの巨神は聖少女だったんだっけ、だったんだっけ。でもあれはルリアちゃんの手に渡ってないよね多分。新たなフィールドにやってきました。身を尽くし、難しい感じ。空を覆う黒煙、灼熱の炎の川、それは大きな運命のうねりを予感させた。オープニングも思い出しますね。ここで僕たちは一つの真実と向き合うことになる。もう船ついてるじゃん。一つの真実。よし、
係留完了だ。暑そうだね。次はここなら赤い船からも死角になってる。ああ。蹴取られねえうちに回り込むぞ。まあさっきのどでかい火柱みたいな。あ、そうだね。ありゃ前回もあったね、ええ、間違いない。聖少女の強い力を確かに感じたわ。あの瞬間に刻印されて、あそこに祭壇があるはずよ。ルリアちゃんの手元に渡ってるのかな。きっとルリアもそこにいるはずだ。そうですね。すぐに向かう。はい。通奏噴火しちゃう。この揺れは火山の噴火が近いかもしれません。待て待て、冗談きついぜ。火山弾でも飛んできたら一大事じゃねえか。グランサイファーまた燃えちゃうよ。避難させねえと。直してばっかりだから。でも急がないとルリアが一度ここを離れるしかない。でも急がないとルリアがって言っちゃおうか。でも急がないとルリアが他のところに止めれる。それはもちろん俺だってそうしたいのは山々だが、どうしようか。ああくそ、どうすりゃいいんだ。またローランさんに見張ってもらう。団長君たちの力、うん、彼らと協力できればおそらく。協力できればおそらく。しかし船を失えばこの危険地帯に取り残されてしまう。あ、じゃあ近くを飛ばしてもらう。ローランさんにで通電声機で呼ぶ。グランサイファーのことは僕にお任せください。おなじみになってきたね。離れた位置に移動させ、うんうん、安全を確保してから僕も向かいます。オッケー。なので皆さんは先行してください。わかりました。悪いなローラ、離れた位置頼めるか。ええ、便利屋なんですから頼られてなんぼですよ。何でもできるね。多分そうだ、戦闘もできるだろうし。ダリ島の祭壇で手に入れた触媒を見せてもらえませんか。どこに入れてる。ビー君どうしたんだ。別に構わねえけど。ルリアちゃんをどうにかするには。えっ、何その力。これで使えるようになりました。何したの今。ルリアちゃんに向かって掲げれば首輪のロックが解除できるはずです。そんな簡単なもんなんだ。それならちょっと隙がありゃなんとかなりそうだな。そうだね。ありがとな、ベリアの兄ちゃん。これで何したの。ねえねえねえ。さて、では一旦離脱します。この人も実はここは危険な場所ですから。人間じゃないな。無茶はしないでくださいね。こっちは心配いらねえよ。それよりグランサイファーのことを頼んだぜ。心配ですよね。みんな急ぐぞ。行きましょう。そしてこのマグマの地に降り立つんですね。皆さんすみません、僕はリリスを。まあでもそれに関しては一致してるからいいよね。別にルリアちゃんを助けるためにはルリアを取り戻しに行こうぜ。リリスさんをどうにかしなきゃいけないわけだしね。リリスさんの思い通りにするためってわけじゃないもんね。いってらっしゃいローランさん。あ、待って、やばい。死んだかと思った。いってらっしゃいローランさん。すごいね、あんなでっかな船でも操縦できるんだね。なんか免許違いそうだよね。暑そう。多分みんな暑いねって言いそうだな。あ、メンバーはジークさんがめちゃ強なので。強打の奴らがいるんだろ。早く奥に行こうぜ。うん、カタリナさんとロゼッタさんにしてます。はい、カタリナさんとロゼッタさんは単純にちょっとレベルが低めだったので上げていきたくて連れてってますね。こりゃマグマか。ねえ、砂漠の暑さなんてどうでもよくなるな。若干涼しさもあった。どれだけ頑丈でも落ちたらおしまいだぜ。あ、そうね、そうね。気をつけてくれよ。そういえばローランさん、なんだか違う。あ、これそうだ。なんで。あ、それは感じてるんだ。あ、ほんとそれだ。ありがたいことにいろいろと助けてもらってる。変じゃなかった。終わったら埋め合わせしねえとな。やばい、めちゃ逃げるじゃん。ドライブチャンスだ。来た、ヒルアタック。やれた。うまくいったね。そうね、このまま押し切る。押し切った押し切った。頼もしい限りだ。ありがとう。絶対こういう先端にカニさんいるからね、見落とさないようにしていきます。うわ、今度は落ちたら死ぬ系の道なんだね。何かに使えるかな。ちょっと待って、どこがどう渡れるかちゃんと見ないと。あ、カニさんいる。はい、これしばらくさ落ちる床とかじゃないよね。うわー、待って、これなんだろう。もやもやした宝箱とかでこういうとこ渡らされるのありそうだな。あっちぐらいで済むのかな。うわ、行くよ。これならどうだ。えい、あー、やばい、あっちいよ。新しいマップワクワクするな。これはなかなか。もうほんと様々な世界観だ。え、ぐちゃって言ったね。お、進行方向わかんなくなっちゃうよこれ。
お宝の匂いが、本当だ。どこ渡らされるのこれ。いけるよ。うわうわ、頑張るぞ頑張るぞ。これ落ちたらどうなるんだ。あ、やばい、これ戻ってくる系かな。いやでも念のため取っとこう。ほい、熱いよ、隠されちゃう。うわっ、よし、熱っ。大丈夫だった今。絶対ポチャってなったけどね今。なんだろう、あ、てかこのダメージ入ってるのそういうことじゃない？そんなことない。いや、このアメージングトロフィー獲得しました。この HP548 は落ちたのではアイテムある、はい、運よくセーブポイントあって、っこれはなかなか、祈り場だね、祈り場。この気配、聖少女が近い。え、もうまだそんな来てないよ。え、もうすぐ。あ、そんなすぐ会える感じ、ルリアちゃんと。まだ結構進めてから会うもんだと思ってるけど。え、あ、あれヒドじゃん多分すでに。おい、あそこを見てくれ、あの野郎は戦火、あれ何なんだろう。こっちを待ち構えてた。でも向こう向いてるよね。あ、あれ首輪されてる。あれ待って、この子も首輪されてたんだ。何、あれ今されたの。うわー、じゃあ大丈夫、いいと。この子も実は闇が深いと思っている。あれは、あれ、え、え、何があったの。なんでなんでなんで、レリア、なんで。あ、だあれ手に負えなくなっちゃったんだ多分この感じ。必ず助ける。え、情が湧いてる。うそ、ちょっと泣きそうになっちゃう。何があったのこの子の中で。これイフリートじゃないよ。うわ、激強だからね。あ、共闘するの。うわ、え、やばい、ルリアちゃん、あと帰れる。あの聖少女、ルリアごと行っちまった。ねえ、追いかけようぜ。え、ちょっと急がなきゃいけないのかな。なぜあの聖少女と戦っていたのかしら。さあな、うん、いずれにせよ私たちの敵であることに変わりはない。え、カニいる、カニいる。やっぱりゆっくり見ていってみますが、こいつは火山の噴火が始まったか。あの聖少女によってじゃない、マグマに沈んでいってる。え、嘘、あ、分かった、とにかく目の前の道を進むしかない。分かった分かった、それ以外は考えるな。じゃああんまりゆっくり行くなってことかな。さっきのカニさんのとこはまだ進んでないと信じるよ、時間が。うわー、熱そう。え、あの野郎も随分と必死に立ちそう。え、やばい、え、これもう見失っちまった。え、もっと急がなきゃダメだったか。え、これゲームオーバー、ゲームオーバー。あ、ゲームオーバーとかじゃないけどやり直しですね。あ、こっから、わかりました。火山の噴火が始まったか。必ず助けるとは言ってたけど、マグマに沈んでいってる。あれはいいのね、オッケー。とにかく目の前の道を進むしかねえ。この液体飛んできたら死んじゃうよ、顔面溶けちゃうよ。これリド跳躍力すごい、ショートカットしていくね。で、あれリリスさんにああいう風にやれって言われたのかな。あの野郎も随分と必死に戦ってんな。それ大丈夫、なんかあいつもルリアを取り戻したいでしょ。遅れを取るわけにはいかないの。それが聞こえてたんだ、ちゃんと。よいしょ、一人で助けられるかな。戦闘フィールドまで来たらしいです。追いついた、熱そう。ボルカンボーラー、邪魔とかじゃない、もともと私たちの仲間ですから。待ってろよ、これ最初のバハムトみたいな難しさあるな多分。おい、ディー、下手に近づくな。やばそう、職場が壊れちまったら元も子もねえ。あ、そうだね、そうだね、職場が壊れたら大変。隙ができたら合図する。リンクアタック、どこにダメージ入れるのが正しいんだ。リドと言ったくさ、教えてちょうだい。うん、そうね、ルリアちゃんがなぜ聖少女の一部に。そうね、教団の望む事象ではないようだけど。分からん、お前たちには関係ない。いや、ちょっと関係あるわ。どう考えても関係あるでしょう。許さねえぞ、やめてよ。それ避けないとすごい。これならどうだ、押し込む。よいっしょ。あ、壊したかな。あ、ダーンって来た。待て、様子が。ルリアちゃん大丈夫これ。おいおいおい、そうだけ どこ行く気や。あらあら、また逃げるのね。オッケー、もうちょっとだったのに。
仕方ないわ。よよまた遅れたら遅れって言われるから。母さんは大丈夫なんだろうな。人いないよね。あの青少女姿形が、あ、やっぱりそうだよね。似ていた。ルリアちゃんを取り込んでいるのと関係があるというの。そんな、なんだあいつ。マグマの中でもがいて。リリスとかじゃなくて、マグマの波だ。あんなのに飲まれたらリリスさんの陰謀とかじゃなくて。オッケーオッケー。一時的にはやり過ごせるだろう。仕方なくではあったんだね。今だ。やつを追いながら距離を詰めろ。そういう予定ではなく飲まれちゃったんだね。いっかあれ、速度早すぎ。足何マグマの波を両断した。やばい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 、カズルネス死んじゃう。もう絶対溶けてる体の一部。これどうすればいいの。今ならいける。どっちが方向。男こっちか。あれほど真に迫って戦うとは。まさか。やばいかも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 。でもよ、あの野郎が救い出してもまた連れて行かれたんじゃ元も子もないで。それは困るね。だな、出し抜かれるわけにはいかねえ。一緒に助けて返してくれるようじゃないよ。接近戦に持ち込みましょう。これをやり過ごしていく。オッケー。赤くなるから分かりやすいけど、やばいかも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 。危なー。大丈夫だった。次は熱ね。よし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 。やばい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 。熱い。みんな大丈夫。次どっち。次はあっち。おい、冷たぜ。来た来た。この野郎、また隠れる。ルリアは返してもらうからな。ルリア、もう少しの辛抱。めちゃめちゃ情湧いてるじゃん。何があったの。この人にどういうつもりだ。優しくされてこなかったのかな。今まで本当に関係ないと言ったはずだ。そんな感じがするな。今まで愛を与えられなかったのか。騎士として遅れを取るわけにはいかないからな。ルリアちゃん本当はもっと優しいんだよ。あのチョーカーのせいでああなってるけど。あっつ、あっつ、落ちる。リンク震度、この光はリンク震度。ルリアちゃんから発せられているの。え、これはルリアちゃんの防衛本。え、攻撃が全然通じない。このままじゃ全然足も出ないわ。ロックロック。司の星神、なんという拒絶の力だ。なんとなく分かってきた。ん、あなたたちがルリアちゃんを連れて祭壇を巡る際、青少女たちを従えたいんだよね。力の特性で、マジで攻撃に。ルリアちゃんが取り込まれてしまう。ことのあらましとしては、そんなところかしら。ならいない。やっぱり職場をルリアに直接使うしかねえ。あ、そうね。そうだな、ビーク。そかそか、じゃあ倒すのが目的じゃなくて。私たちは突き出す。やってくれか。わ、これ本当にダメージ全然入らないよ。もう少しで一斉攻撃を仕掛ける。そこで一瞬隙が生まれるはずだ。準備はできてる。もう逃げ回るので精一杯だな。君、来た。リンクアタック。あ、今元に戻ってくれ。ルリア、目つぶってるんじゃない。あ、目開けてたらとかじゃないか。あ、今どうなった。うっ、え、連れてかれちゃった。壁をぶち抜いていきやがった。連れてかれちゃったよ。また追うしかねえってか。カニとかいないよね。だが間違いなく触媒の効果はあった。カニへの心配がすごい。次で決着をつける。あ、オッケー、わかった。待たせてくれ。待って、ちょっと、でも一応ここゆっくりできるっぽいな。諦められるかってんだ。待って、開けたい。しばらく放っとける。まあ、回復してねってことだよね。シロちゃん絶対熱いでしょ。行こう、みんな。あいつら下でやり合うつもりだ。あれ、口に入ったまんまあそこ潜られたら移動もさすがに終わりですよ。行くぞ。はい、撃った。レア。あ、亀裂は入ってる。あ、え、助けてくれたじゃん。なんで。一人じゃ手に負えんってなった。一時休戦だ。お、共闘だって。頑張ろう。まさか仲良くなれるかも。優先の申し出とはな。まあって変なとこに寄ってる。さっきトカゲが放った青い光、 あれがルリアを救う手だ。自分じゃ助けられんってなったんだね。また俺たちを打ちまかして奪うってか。この青少女を相手にしながらそれができるかしらね。うえ、青少女。やばいやばい。星神をお前たちはそう呼ぶ。あ、そうか、この地域の人たちは青少女って呼ぶ文化がないんだ。ルリアちゃんは操ってる。しかし逆にルリアちゃんはイフの青少女に取り込まれてしまった。つまりこの状況は
イレギュラー、あなたたちとしてもルリアちゃんは救出して、そういうことで必ず助けるっていう言葉が出てくるってことは、そしてこいつを倒すにしてもお前たちだけでは骨が折れるだろう。もしかして返そうっていう気持ちもある。利益と目的が合致しているからこその共闘というわけか。なんかでも大切にしたいっていう気持ちが見えるよ。話を聞きたいんだけど、結構戦闘にも集中しないと暗いそうなんだよね。で壊せたもん。やっぱりカサといけた。疲れている。わかりました。我が剣にて魔王たたん。ありがとうジェクさん。みんなのやつ入りにいたいね。団長、はい、決めます。僕は止まれない。止まれない。いけロゼッタさん。ルリアちゃん痛くないといいけど、人数に失敗して助けたいだったら必ず助けるってことが出てこないってわけだな。この光ってる状態はダメージ入らないよね。よしよし、バーストオーラの時はマジでやばいから。どうすればいいの。隣の足場に逃げるのね。これ間に合わないかも。熱い。ちょっと待って、これ。よし、熱い熱い。これ大丈夫。これ大丈夫じゃないな。どこにみんないるの。次は見せらない。次は見せらない。え、これ背中登ってけってこと。いけないわ。あっち渡りたい。よし、渡れた。え、やばい、これ足りる。よし。暑いよね。ね、ルリアちゃん溶けちゃうよ、そんな熱いことされたら。おりゃやばい、やばい。助けて。え、みんな助けてくれてんだけど。熱い、ありがとう。助かったよ。じゃ泣きそうになっちゃう。やめて。熱い。いける。なんで。もう少しよ。いける、もう少しよ。準備ができてるぜ。オッケー。チャンスは逃さねえ。ありがとう、ビーク。よし、今だ。ルリア、戻ってきてくれ。いい感じで逃げてくれてる。ルリアちゃん、熱いでしょ、そこ。あともう一回ぐらいかな。まだ割れ目が浅い気がする。生まれが。もうちょい。次でいけるよ。もう一回バーストオーラが来るだろうね。これで攻撃が通用するな。倒せるのか。力が存在している。それは困る。注意しろ。島ごと焼き尽くしかねない力に。早く決着をつけないと。まずそうよ。逃げるのに精一杯だね。え、今いけるか。いけ。わ。本当にあのマグマのやつ逃げないと大変。やってありがとう。引いてる。頭なんかダメージ入りそうじゃない。マグマやってきそう。何か仕掛けてる。アクシーフ。こういうの知りたくないから。ちゃんと見て、私みんなの動きを見るんだ。みんなは死なないから。あの火球は、あれを使う気だというのか。やばい。みんなどこに来てる。全員まとめてドカーンってか。みんなどこに行ってる。その分動きは鈍っているようよ。 あっち側に行けばいいのね。何としても食い止めましょう。よしやれ。沈んできてね。マグマが飛び上がってきてるぜ。井戸のそばにいたら大丈夫。急に飛び出したりする。一人止めないと危険よ。ここはどうだ。行けた。いいよいないけど。あっち手分けして対応した。井戸じゃないこの人。ジークさんだ、多分ジークさんだ。よし、これ体本体どこにあんの。これならどうだ。やへ、すごい熱そうなの出てきてる。やばい、そう、マグマがたまに降ってくるよ。気をつけて。よし、やれた。あと1箇所。こっちね。ジークさんがいてくれるからわかる。みんなどこにいるの、この人以外の。ロゼットさんの声は聞こえるけど、あっちね。アクシル発動した。火球が消滅した。なんとかしのげたようだ。よかった、ありがとう。帰ってきた。本当に危機一髪すぎるよ。ってとこだったな。いえ、そりゃよ。あっちの上した部分が再生しておる。そう、あっち壊れやすいけど助けてくれる。確かに火球だけ狙っていきましょう。怖い。どうなるの。やばい。カニさんどこ。準備しな。もうすぐ一斉攻撃を叩き込んで隙を作る。いつでもいけるぜ。やばい。
大丈夫？今もう一回だ。エリア、続いてピーク、ピーク気をつけて、ピーク気をつけて。よかった、さすが。行け行け、あれにでも。わつい、これでどうだ。やばい、こういう展開あ、いいなぁ。こういう展開、うるうるしちゃうなぁ。あ、青い光が、レリアちゃんの光が。手応えはあった。よしよし、もう強いくぞ。確かに、まだ43パーセントある。この前ぶん殴られた分はチャラにしてやる。あ、そうだね。この人がぶん殴ったんだった。よし、頑張れ。いやいや、ここからは団長も、ね、特に警戒を。あの、すいません、助けてもらって。あ、ありがとう。そうだね、ちょっと。どういうこと？もう2回死んでるから。あ、そっか。団長さんとルリアちゃん、命を共有しているの。あ、まだ私。そうなの。まだ私溜まってない。団長さん。了解です。僕は止まれない。外すかと思ったんですけど。井戸も入ってきてよ。チークリントさん、任せろ。井戸も最後入ってきてよ、シゲット。これで終わりだ。入ってこないかな。ひらめけ。あ、入ってこない。アブソリュートゼロ。アブソリュートゼロ来た。一気に叩き込む。よしよしよし。母上は命のリンクについて知っていたんだ。なんかお前を殺すだと。顔がでは、めちゃめちゃルリアの子供の幸せは、ルリアへの愛情がすごい。何があったの、あの間に。何を言われたの、ルリアさんから。だが確実にダメージは蓄積している。マジで優しくされてこなかったんだろうな、かわいそうに。熱い、死んじゃう。やばいやばいやばい。ありがとう、助けてくれて。こんな意志をもう一回やり直したくない、さすがに。死ぬと感情をなくしちゃう。やばそうじゃない、それ。あちゃ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 あ、みんな気をつけて。まだ来そう。押し込め、みんな頑張ろう。熱い熱い熱い。あっちも消耗してるのは確かなんだ。痛い痛い痛い、ここまで来たんだ。痛い痛い、倒れるわけにはいかない。そう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 。はぁー、くらえ。色大丈夫、ネタ落ち込んでるんだけど。お前も頑張れよ。ルリアと一緒にいたいけど。ルリアを救いたいんだろ。見た目に反して純粋な心の持ち主なんですよね。ね、いよいよクライマックス。死ぬなよ、イド。なんか死にそうだな、このキャラクター。やだよ。あー、また来ちゃう。どうしたらいい。みんなどこ行く、みんなどこ行く。マグマが来るぞ。どこ行く、どこ行く。こっちでいい。あ、こっちで大丈夫そう。よしよしよし、ここにも体勢を整えてくれ。今度あっちね、今度あっちが来る。こっちも壊される。次どこが沈む、マグマに。あそこね、ここは大丈夫そう。あっち、ごめん、つかないようにしねえか。みんな、すごいとこ。じゃ次はここにも来る。あっち、ね、絶対みんな体半分ぐらい溶けてる。移動は静かになったな。一生懸命戦いながらルリア返さなきゃダメなのかなって思ってた。あ、ロゼッタさん大丈夫。やばい、私もやばい、私もやばい。回復する。いけるか。あ、お見せしよう。私まだいけるかな、止まるかな。止まった。任せてください。いける。テンペストブレード 5% になった。チークさん 1% 削ってくる。マルチハンギャー。よし、 5% これで終わりよ。落ちないでね。 4% ひらめけ、ひらめけ。アブソリュートゼロ、アブソリュートゼロ。 2%さて、これもみんなのおかげだね。攻撃を逃す。任せてください。まだ？いけ、いけ。そこ。1% が長くない？絶対ゼロなってるよ。1% の持ち方やばい。手応え的には次でいけるはずだ。決めてくれ。ピッチングアタックのタイミングだ。やばい、ちょっと助けて、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 助けて。え、この聖少女って何だったの？バハムトと似てるって言ってたの。あ、ちょっと。
話も取れる。あ、ちょっと引っかかってる。ルリア。あ、取れそう。よかった。団長、ルリア。井戸も首をしてるよね。あ、よかった。あったかい。どうする井戸。ご苦労様でした。容赦なさすぎ。え、ルリアちゃんは今抱きしめてたでしょ。あ、出てきた。てめえ、いつの間に。井戸どうする、井戸どうする。何しやがんだ。ルリアを返せ。井戸。はい。あ、母の言うこと聞くのか。なんかでもちょっと違和感は感じてたっぽいんだけどね。ああ、同情します。なんと哀れで惨めなのか。今のあなたたちはまさに空虚な舞台に舞う哀れな傀儡。難しい話が。それを操る意図は巫女との絆、ちっぽけな希望に他なりません。絆をちっぽけとか言います。ですが、あなたたちが抱く希望もまとめて私が救済しましょう。すぐに理解することは難しいでしょうが、クラン君とルリアちゃんの抗わずリンクとかってことかな。メイド、それでいいか。愚か者どもに裁き。え、リリスと戦うの。嘘でしょ。うわ、でもこれまた死にそうだな。ここで決着。メギンメイブンドライブバット。ダメージ入ってる。硬いよ。あなたたちに救済の安らぎをもたらしたい。これグラン君死んだらどうすんの。大変ですけど。信じられないほどの膨大な魔力。それにこのやばい、なんかこれ追っかけられてる。どうするのね。井戸見てるんでしょ。井戸あそこで見てるな。どこですか。楽しみます。やばい、ちょっとやばい。いよいよ大詰め。ポーションが全然ないんだけどな。あなたたちには最大の手を。待って、これ一周してくるかと思った。義務は私への共鳴。私への共鳴。あっちゃったな。やっぱ熱っ。分かっていますね。やばいやばい、これ間に入んないとやばい。それこそが唯一にして海の道。あんたに用意される道なんていらねえよ。悪いよ、俺たち気空師は自由が信条なんでね。井戸、ちょっと井戸見てるでしょ、あなた。これならどうだ。蹴りゃ、次の焦点に即死技使ってくるの。井戸もろとも。あ、そうだ。いよいよ門は開かれる。門は開かれる。うわ、我が計画。どうしたらいいの。依然滞り。端っこに極力。何をするつもりだ。いけない、このままじゃ。1になっちゃった。なぜ救済を拒むのです。最良の道であるのは疑いようがないのに。救済、なんかあなたの救済と違いそうだけど。あくまで同意しないと。何それ。巫女のことを思えば、本来あなたを傷つけたくなどありません。ですからどうか見届けてください。釈然たる私の救済を。この人の救済の目的がわからないからな。しかもずっと暴力的なの。あれ取られちゃった。触媒ぞ。返しやがれ。返す。え、これはもともと私たちのものです。異物でしょ。追われた。え、なぜあなたたちがこれを扱えたのかはいささか疑問ですが、まあ今となってはどうでもいいこと。これちょっとの間、首輪が外れてるルリアちゃんのさ言動を井戸が聞いて。これほどの性証があれば今度こそ。ちょっと心が揺らぐんじゃないの。クランとか言うかもよ。なんかちょっと引っかかってる感じはあるね。
ずいぶん頑丈に作ってくれたみたいね。この暑い中で私の力でも外せそうにないの。出れないの。ちくしょう、ここまで来て手詰まりだってのかよ。まだ手は残されています。ボランさん、ね、あなたの力って何なの。これはローランドだ、うん、あなたは。何？ボルカンボーラまでリリスの手に落ちてしまいました。もう猶予はありません。どうか協力してもらえませんか、うん、この空を救うには皆さんの力が必要なんです。ローラン、お前何か考えがあるんだな。だし教えてくれ。お前さんが知ってることをよ。ことも教えてほしい、ええ、もちろん。ですが皆さんの手当ても必要ですし。あ、どうも。一旦船へ戻りましょう。大やけどだよ多分。全てをお話しします。あ、ついにお話ししてくれる。Thank you.